はい、こんにちは。カレーワラ、シリーズとしては私結構好きなんですよ。例えばイクトゥールソ、緑英雄なのに赤英雄に強いんですよ。相手の前衛が青だった場合、隣に赤いますよね。そういう時に戦いやすいんで、こういう本来ならば苦手属性に対して強い、そういうカレワラファミリーって面白いなぁと思って。ただ、今回はまずアコネンとワイナミョイネンが、コスチューム側出ました。で、このオッツを、マナ、オソで、全体ダメージで回復する。ここまではまあいいんですけれども、このおまけのスキル。これって要するに、例えばルードヴィッヒを倒しやすくなるスキルですよね。マナオソ英雄がルードヴィッヒを倒しやすいってなんだよと思って、オッゾーに興味ないんで、今回カレワラの、サモンはスルーします。というわけで、カレワラ。はい、来ます。このカレワラの物語もよくわかんない。ではもう動画回していきましょうか。言いたいことはもう言っちゃったんで、あとはもう飛ばしてくださいね。それでは、たくさん消したい。たくさん消したい。たくさん消したい。霊人さん使ってこれいきまして、ウェーブ1でもうこれ発動しましょうか。で、赤ダイヤを作り、一番マナの多い相手、ライフの多い相手に対して、後編ワープを使い、スキル使い、今どこ行ったらたくさん消せるかな。さらに霊人さんつけて、この刃は、できるだけ消す方向で、シフ使って、ここ行きましょうか。アイテムを使ってまで消すようなもんではないけれども、できるだけ消したいなとは考えています。これでさらに、悩んで、めっちゃ悩んで、霊神さん使って、ここ行きましょうか。刃を使うて、後編ワーフ使い、ジラック使い、シフ使い、でもっと取り消えましょうか。できるだけ刃は消したい、後編ワーフ使い、レイジンさん使い。緑ダイヤ使い、ゴブリンやフクロウがでもって、周年7周年キャラとか
スライムとかが出てきた中で、カレーワラ自体がもう時代遅れですかね。はい、ではオッツを言いますね。それではとりあえず発動して、アコネンに対して砲片は2回で、ここ行きましょうか。この苦手な属性に対して強いカレワラって個人的には面白くて大好きなんですけど、やっぱ時代遅れかな。ではここ行きましょうか。そのクレルボが出た時なんかは欲しくてしゃあなかったんですけど、ルナやあのレモンウッドが出てきた今や、そこまでクレルボに魅力を感じないんですよね。はい、それではジラッ使って砲片ワーフ使って、霊人さんも使って、刃使うの忘れていた。でもってここ行きましょうか。刃は積極的に貯めていきたい。これで勝ちですかね。アコネンのコスチュームのアバターだ。炎エーテルももらえている。望遠鏡もある。報酬としてはなかなか頑張りがいのある内容でしたね。浪費が三宝を手に入れた。ついに私のものになったぞ。さあ、ポホヨラへ帰ろう。あの魔女が逃げるのを、今すぐ阻止するのだ。浪費の飛行高度が下がっておるぞ。浪費の爪から滑り落ちた三歩は大破し、粉々に壊れてしまったのでした。なんという残酷な冗談だ。そんな私の三歩が。浪費は大声で叫び、悪態をつき、激しく泣き叫んだ後、その後から離れました。三人の英雄は故郷へと帰還します。三歩があれば、彼わらはさらに繁栄しただろう。忍耐で乗り越えようじゃないか。我々は多くの強い意志を持っている。それでも、散歩があった方が良いのではないか。もしかすると我らがイルマリネンがまた散歩を、鍛造連造してくれるかもしれんな。喜んで協力しよう。だがその前に、しかるべき西洋を
取ろうじゃないか。我が家を得たな。避暑地で別荘で過ごすのにちょうど良い季節が来たわ。はあ、そうですか。その愛のどこ行った？だって浪費そんな悪いか？で、ワイナミョイネン愛のが好きだったんだよね。もういいや、わけわからんこの枯れ花。はい、ではでは。